藤波慎太郎投手は練習後に代理人のボラスさんとミーティング。あ、写真見る限り結構きついこと言われてそう。きついこと言われてそう。こうなると代理人も自分の立場守るような行動を取ってきそうだしな。もう後がないぞ、わかってるな、かな。ゆう、大谷のライバルだって言ったじゃないか。ボラス怖いな。残党。ボラスが切れてんなら岡戸違いやろ。もともと先発でどうしようもないレベルのやつ連れてきてふっかけたのはお前じゃい。日本人の感覚から言うと、ポケットに手を突っ込んだまま指を刺されるとめちゃくちゃムカつくよな。ボラス次は何を企んでるんや。早く次の球団と交渉してこいよ。使わないならトレードに出してくれよ。アスレチックスが使わない選手を欲しがるチームあるんか。たった4試合で何がわかるねん。環境が悪いよ環境が。この成績で他に先発投げられるところがいいとか言ってたらある意味すごいわ。マイナー落ちしないだけありがたいレベルだろ。さすがの藤波も先発から降格して文句言うか。関係ないことちゃうの。マジで何話してるか気になる。契約の詳細を再確認してるのかもな。調整権のない2年目メジャー最低年俸まで下げられるかもな。もちろん残れればだが、なんとか中継ぎで踏ん張って踏みとどまってほしいな。沢村とか見てたらメジャーの中継ぎも厳しそうやけど。アスレチックス側が契約破棄を言ってきたんちゃうか。それがありそうだな。先発での契約でリリーフ転換が役になるから何か説明を受けてるとかな。ちなみに最後は笑顔もあったみたいだぞ。ボラスとコミュニケーション取れてるならよかった。藤波の通訳とボラスが連れてきた通訳が並んどるんか。ちょっと寄ったんで挨拶しに来たレベルやないかな。